チョルム県はトルコ中北部、国会地方の県。北から、シノプ、サムスン、アマスイア、ヨズガト、クルクカレ、ジャンクル、カスタモルの各県と接している。また、国会地方ではあるが、内陸に位置しており、中央アナトリアの特徴を持っている。歴史的に5000年前のから重要な場所があり、自然環境も特徴的である。チョルムは高い高原に、 入り組んだ産地の地形である。いくつかの高原には、クズルルマック川、イエシルルマック川から考えが行われている。高地の牧草地や山には、団体旅行客も訪れている。発掘調査は、チョルム県に、旧石器時代、新石器時代と、第四同期時代に人類が居住していたと見られる。その後、チョルムとその周辺は、ヒッタイト帝国に支配されていき、 問わず彼には、ヒッタイトのアナトリアの歴史の中でも重要な遺跡が残った。ユネスコは、紀元前1700年から紀元前1200年まで、ヒッタイト帝国の首都となったハットシャを世界遺産に登録している。ヤズルカヤの神殿の遺構、アラジャヒュークの王家の墓、発掘された書字版などは、ヒッタイトと古代エジプトの間に交易があったことを物語っている。 この後、時代が変わり、フリギアの時代になるとこの遺跡は破壊された。フリギア人は、チョルム北部を占領した。その後、キンメリア、メディア、ペルシャ、ガラティア、ローマ帝国、ビサンチン帝国、セルジュークアサ、ダニシュメンド朝、モンゴル、エルテナ君公国、カドブルハネッティンアサ、オスマン帝国と多くの国家に占領された。この歴史はこの県に、 筆体との古代遺跡のように多くの城、橋、モスクなどを残している。ありがとうございます。